はい、皆さんこんにちは。今日のね、サムチャンネルですけど、今日はね、家シリーズですね。この前、家を買うっていうところで、地震祭をした動画を上げました。で、まあ、その動画をね、見て、皆さんからお祝いのコメントをね、たくさんいただいてね、本当ありがとうございます。まさかこんな祝ってもらえるとはっていう感じですね。でも実際今もう住んでるんですけど、まあ、とりあえずはね、動画の流れをっていうところなんで、今回は、棟上げ編ですね。まあ、基礎とかやってるところとかはサムさん撮ってないんですけど、大工さんがね YouTube をしたいって言ってて、でも最初からずっと取りためてるデータはあるんですけど、それはそのままみたいな感じですね。でとりあえずはね、今回はですんで、まあ、棟上げをするっていうところで、だからね、基礎を打ってるところにね、ちょっと柱が何本かは立ってるんですけど、まあ、そこからのスタートっていうところですね。まあ、特にね、ナレーション入れないんで、もうそのまま見ていただければと。だいたいまあ8分か9分ぐらいずっと流れると思いますので、まあ、とりあえずね、そこら辺を見て、またその後があるみたいな感じになってます。それではね、皆さんご視聴の方お願いします。よーす。よく聞こえません、ね、ちょっと大きい声で。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いいですか。どうも、家主の今村と言います。皆さん、今日は来ていただいてありがとうございます。ちょっと変わった工法みたいなんで、頑張って立てていただければと思いますので、今日も一日よろしくお願いいたします。ご案内に。あ、ご案内に。
そう持ってきたけど邪魔そうや君ね。そしてねこちらが胸上げが終わって夜のまあ飲み会っていうんですかね、まあ、一般的な胸上げの後ってなんか家族の人でね例えばその日そこに泊まるとか、まあ、そういったのがあるんじゃないかなと思うんですよね。知り合いとかはなんか12時までいとかないといけないから11時55分に家に行って5分間ぐらいそこにいてでそっからまたね出て戻ったみたいな、まあ、そういったことをね言ってる人もいましたけどね。まあここはやっぱりやるんだったらサムさんっぽくやった方がいいかなっていう風に思ったんでとりあえずこんな感じでねブルーシートで囲ってもらってるんですよ。で右と左の端っこにジェットヒーターを置いてるっていうねこれ多分2月ぐらいですよやってるのが。だからねめちゃくちゃ寒いんですけどこのジェットヒーターが効いてるんでねめちゃくちゃ暑いんですよね。もう逆にこの中にいるとねあったかすぎて眠くなるっていうぐらい盛り上がってましたね。でまあこんな感じでねまあ取引先の人であったりとかお客さんであったりとかっていうのをね読んでまあ立ち代わり入れ替わりで人が変わるんですけど、まあ、一応12時過ぎまでやってまあ片付けて撤収みたいなね感じで帰りました。でまあ業者さんとかね今回のまあこういった中に入れた建材であったりとかサッシであったりとかね入れてもらった業者さんとかもお客さんとかで固めてるんでまあ胸上げでこんなことする人なかなかいないよみたいな感じでねまあこれはこれで一つのね思い出になったんじゃないのかなっていう風な感じでね言ってました。大工さんはねまあ応援来てもらった人たちをもてなさないといけないからあちらはあちらで別でね飲みに行ってるっていう感じですね。はい皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。まあサムさん家を買うシリーズ胸上げ編でした。でまあまずは冒頭の最初スタートして大工さんがねまあ東梁大工55道ですね
なんかゴニョゴニョ喋ってたね、なんて言ってるか分かんないっていうね、もうちょっとね元気よくカツカツ喋ってくれるといいんですけどっていう感じですね。で、まあとりあえずね、あのスタートして、まああのような形で立てて、まああんまり詳しいことサムさん分かんないんですけど、まあ今回立てる時にあのトラスっていう、まあなんかこう三角形みたいなのが天井にポコポコついてたと思うんですけど、あれをすることで、あのワンフロア柱レスみたいな仕様で建てることができるみたいです。だから例えば平屋の時に、平屋だったらそれでこうやってすると、例えばもう1階ワンフロアその柱なしとか、で2階建てだったら2階がそのボワーって入るんで、2階はワンフロア空いて、まあ、1階は柱が入るんですけど、でメリットっていうのが、あの柱に左右されないから間取りが自由自在っていうのがなんかメリットらしいです。サムさんの場合普通に部屋作ってるんで、あんまりまあその意味はないんですよね。その自由度っていうところの、間取りの自由度っていう部分の意味はあんまりないですけど、まあ、あとはその耐震性とかその辺がちょっとどうなのか詳しいことは分かんないんですけどね。まあただね、多分それなりには強度あるんじゃないかなと思うんですけどね。だから結構あれを今回初めて見たっていう人も多かったみたいで、あの今家を建ててる人とかでもそうなんですけどね、あの あれで建てとけばよかったなっていう、そう結局間取りが自由っていうのと、あのまあリフォームを仮にするとして、まあ、何十年後かにリフォームするとした時に柱が結局ないから、また間取りが自由らしいんですよね。で柱が入ってる家の場合っていうのは、柱ベースで基本もう間取りを作らないといけないから、そこの自由度が違うっていうふうには言ってました。まあ、サムさんは全然わかんないんで、もう大工の多分あの独断と偏見とエゴで作られた家じゃないのかなっていう風にね、勝手に思ってますけどね。でまあとりあえずあんな感じで建てて、でまあ終わってね、あのブルーシート貼ってもらって、宴会するからっていうことでジェットヒーター持って行ってね、大工さんがあの家は燃やさないでくださいよみたいな感じで心配はしてましたけど、あの無事燃やしてないですね。あの大工さんは大工さんでね、本当は一緒に飲みたかったんやけどっていうとこなんですけど、まあ、あの彼は彼であの、ね、応援を呼んだ大工をもてなす、なんかもうグループで仲のいい大工同士でそういうのを作ってるみたいで、まあ、応援に行ったらね、行った側は日当もらってもてなしてもらうみたいな感じのが、なんかあのグループの中で作ってる風習っぽいような感じでやってるんで、まあ、それはそれでね、しょうがないんじゃないかなって思うんですけどね。まあですんで、あんな感じで、まあ家をね、作ってもらったっていうとこですね。で、最後はまああんな感じで飲み会をして、みたいな感じで。だからまあ普通はね、あの多分家族で、なんかよく聞くのは、布団持っていてそこで寝て泊まってみたいな話もね、なんかやってたみたいな、まあ、今はね多分もうそういうことする人もいないんじゃないかなって思うんですね。結構もうだいぶ減ってきたんじゃないかなと思います。だからサムさんもあの地震祭で神主さん呼ばないしね、あの胸上げでじゃあ餅巻きするかってしないし、まあ、その辺はもういらないのかなっていうふうにね思ってたんで、ただね、まあこうサムさんっぽくっていう味を出したかったんで、地震祭の時はあのスパークリング日本酒でブシューってやってみたいなね感じで、で胸上げの飲み会はあんな感じでっていうところでキャラをね色濃く出したみたいな感じでねやらせてもらってます。まあいやね、とりあえず実際今はもう住んでる状態にはなってるんで、この前ねそれこそね同じ県内のお客さんが来た時に夜にね一緒に飲みに行きませんかって言われてね、あれだったら泊まりますよって言われたんですけど、ちょうど引っ越しとかぶっててね、めちゃくちゃ忙しくてからね、同じ県内だったら普通はやっぱ泊まるって思ってないから、まあそのつもりで動いてたんで、すいませんちょっと今日無理なんですよっていう感じで断ったのがね、ちょっと申し訳なかったかなっていうのはこの前あったんですけど、まあその人を今この動画見てたらね、つまらないものですけど、また食べ物をちょっと送ってるんで、飲みに行けなかったお詫びっていうところでね送ってるんで、多分この動画が上がってる週の土曜日か日曜日かぐらいに届くんじゃないかなって思うんで、ぜひ食べてくださいっていうのをここでちょっと挨拶に変えさせていただきますけど、まあっていうところなんでね、今回はまあとりあえず胸上げまでやりましたっていうところです。で真ん中で飲み会しましたっていうところですね。まあ、次はねとりあえずまあどこら辺をこう動画にするかちょっとまだ考えてないですけどね。あとね胸上げの時に本当各業者さんであったりとか、あとねうちのお客さんが結構なんか何でもかんでもね持ってきてくれて、本当にねありがたかったですね。やっぱり持つべきものは友なのかみたいなね感じなのか、まあお店のね経営スタイルもお客さんとお店みたいな感じのね、まあ、感じじゃなくてもっとこう近づいた感じでやってるっていうところがね、今回そういうのに現れてたんじゃないのかなっていうふうにはね思いますね。それではね今回の動画は、胸上げ編っていうところでした。またね次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。